さあ、国道9号線まで国道9号線までやってきました。前のね、あの K の番をね、抜いてくれたんですけど、見ての通り渋滞にはまっております。抜けました。わーん言うてるでしょ。こう一応ターボ車なんで、あの急アクセルの後アクセル戻したらね、プシュー言うんですよ一応燃費には優しくない走り方やからね。だけどまあ低速走行がうまくいけば、こうね、低速であのアクセル回路一定にしてたら、あのターボ車って燃費がいいんですよ実は、普通の車よりも。排気量の小ささもね、多分補ってくれると思いたい。で今ちなみに、速度的にはね、5速に入ってもいいぐらい入りました。5速わかりやすいな。スピードがね、まあまあ出だしたら、5速入んのよこれ。でスピードが落ちたらね、勝手に4速に落ちんねんこれ。多分この車、あのギア比の設定がそうなってんやろな。あの認識が多分ね、70キロを超えたら、70キロを超えるとね、おそらくね、高速道路走ってるっていう風に認識すんやろな、これ。で、5速のブーイでしょ。4速。まあ、このエンジンをね、2気筒のエンジンをね、フィアットに、ね、この2気筒のエンジンをフィアットに積むっていうのは、確かにあるな。方法としてはあるんですけどね。まあ当分乗ってからでもいいかなみたいな。フィアットもね、ずっともうこのイプシロンが来てからね、フィアットってずっとお休みなんですよ。もしくは物置になってるんですよね。物を買ってきたやつ、家に入れないで車に積んどくときにね、このイプシロンから降ろしてるんですよ。
チにね、あのクライスラーのイプシロンを買ってんって言って、クライスラーのイプシロン買ってんって言ったら、クライスラーみたいな、クライスラーって言ったらアメリカやったかな、アメリカの自動車メーカークライスラーとかって言うから、いや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 って言って、あのフィアットやな、イタリアのフィアットグループの、フィアットグループの、エンジンやな、あの 900cc ぐらいのエンジン2気筒やねんって言って、それも4気筒とかじゃなくて2気筒のエンジンにあのターボがついてんねんって言って、であの不人気車ではあったんやけどね、イプシロンって不人気車やねんけど、あの乗った人の意見聞いたらね、みんなね、このイプシロンっていう車はねすごくいいっていうね、みんな乗ってた人は。こんなしてたん、昨日あのイプシロン乗った人はみんないい車やって言うねんけど、おかしい、おかしいよね、日本語が。クライスラーのイプシロンはいい車やって言うねんけど、言うねんけどね、あの長く乗ってる人っていないねんな、これそやんか、いい車やったら、いい車やったらずっと乗ってたらいいのに、やっぱりね、あの乗ってない人がおるっていうことやね、何かあんねんな、多分イプシロンに。で、昨日言ってて、これね、ちょっと前のトラック映ってると思うんですけど、あのフロントグリルやな、まあ、これ小排気量車やから、あのエンジンの熱量やな、エンジンの熱が、あのエンジンルームにこもれへんようにする対策っていうのは、まあ900ぐらいのエンジンやったらないのよ、ないねないねけどね、あのエンジン周りのグリルが、クライスラーのそれやねん。で、後ろやな、リアエンドのとこもクライスラーのマークがついてんねんって言って、けどエンジンはあのバリバリのフィアット製やねんって言って言ってたら、フィアットってフィアット500持ってますやん言うて、フィアット500持ってますやん言われるから、違うねんと、あのフィアット500は、あのフィアット500はあのエンジンがあのノーマルエンジンやねんって言って、フィアットの500はねノーマルエンジンやねん。んならあのフィアットのエンジンがノーマルやったら、何が違うのかって言ったら、正直走れへんねんって言って走れへん、アバルトはいらない、そんなあのフィアットベースではね、安い車のね、安いフィアットのあのチューンしたフィアットベースのアバルトはちょっと違うねんって言って、で、あの昔やな、10年ぐらい前やと思うねん、おそらく10年ぐらい前やと思うねんけどね、あのフィアットに行ったことがあんねんって言って、ディーラーに、フィアットディーラーに行った時に、本当にね、フィアット500、今のあのチンクエチェントやな、フィアット500を見に行ったことが実はあんねんって言って、ちょっと用事があって、で、そのフィアットのディーラーは、フィアットディーラーはね、あのアルファロメオをやってて、本命はやっぱアルファロメオやってんって言って、アルファロメオが本命やってんけど、結局アルファロメオのフィアットのディーラーでアルファロメオを見に行ったのに、勧められた車が、アルファロメオの 4C っていうやつかな、ちょっと変わったデザインの 4C、 それか 4C じゃなかったら、なんでかね、フィアットのディーラーはアバルトを勧めたんや。で、当時のアバルトやな、当時のフィアットのアバルトって500万ぐらいしたんや、設定が。で、僕の意見やな、フィアットの車にやで、500万は用出せへんって言ってで、アバルトになったからって言ってね、フィアットがアバルトになったからって言って、すごいね、画期的にね、走行性能が高くなるわけじゃないからって言って、結果話が流れるかと思いきやね、話が流れると思いきや、その当時のフィアットのカタログに、フィアット500のカタログにね、エンジンが結構足したようなエンジンがあんねんけど、その2気筒やな、2気筒のエンジンがあったんやで、2サイクルの2気筒があってんで、その
ツーサイクルの今どきにって今どきの車でツーサイクルのエンジン積んでるってってツーサイクル積んでるってとかって言ってたら、だからフィアットの店員さんが2気筒いいですよ言って、さっきまでアバルトへ譲ったやんってさっきまでアバルトがええ言うてたのに2気筒いいですよ言うて、今世界中でって言ってたもんな、世界中の車で2気筒のエンジン積んでんのってなかなかないですよとかって言われて、結果としてあオタクアバルト言うとったやん言うて、アバルト飛んだらこの2気筒やな、ポップっていうポップとアバルトとかどっちがええねんなって言ったら、やっぱアバルトっていうね、いやさっき2気筒はええ、2気筒もいいですよ言うてたやんって言って、なんでって言ったらね、値段がね2気筒はね安いねエンジン金額が、アバルト500万ぐらいやねんけど、フィアット500の2気筒はね250万ぐらいだと思うね、半額やねん。で2気筒興味あんなとか思いながら、結果としてその時も2気筒のエンジンは諦めて、でもうフィアットも諦めて、アルファロメオやな、アルファロメオも諦めて、結局BMW を買ったのよと2台目やな、 BMW 驚異の2台持ちや、 BMW 驚異の2台持ちや、だからその2台持ちなんか結局な、1台は540やったから540で、もう1台はだからあれやね、アクティブハイブリッドってやつやね、ディーゼルエンジンとハイブリッドの組み合わせやってる。で結果としてかな、結果として、アクティブハイブリッド乗ったんかって言ったらほとんど乗ってないね確かにね早いね、確かに早いねんけど、ディーゼルのハイブリッドにしたら早いねんけど、なんかねデザインが好きじゃないっていうの、デザインが好きじゃない。で結果としてそのまま置きっぱなしや。家族で出かけるときだけね、家族で出かけるときは540やんて、家族で出かけるときは540で、アクティブハイブリッドは隠しておいてたやんて、と無駄で、ほんで結局その後やな、すっかり2気筒のエンジンから遠のいたわけやんか、 BMW でずっと行ってたから。でその後やな、アクティブハイブリッドと540とアクティブハイブリッドや5シリーズ、どっちも5シリーズじゃないけど、ノーマルと4リッターとハイブリッドと持っててんけどね。でその後やんか、540はね温存策に出たのよそんなんやねん温存策って言うけどね、あまりにね、あまりにその車が好きすぎて、 BMW の540があまりに好きすぎて、もうそのまま置いとこうぜっていう話になってんやん。そのまま置いといて、でそのまま置いといて、ナンバー外して、今オートバイ止めてるとこはそうやねんけど、オートバイとかバーッ止めてるとこにその540無理やり入れて、で、あれやねんって買ったんが、今の6シリーズや、 M6 や、 M6 にして540やめて M6、 なんでって言ったら家族で出かけることがもうなくなったからや、子供が大きくなったから、高校生ぐらいとかやったかな、子供が高校生ぐらいになったから、もう家族で出かけることがほぼなくなったから、でもあれや、思い切ってM3 の時以来や、 M3 の時以来の2ドアクーペや、2ドアクーペかっこええやん、2ドアクーペもう寄れへんから全員で、で540は温存策、2ドアないからね、5シリーズは4ドアやけど、で540の温存策で、あれアクティブハイブリッドと、M6 やすごかったもんな。
今はもうほら、あの大阪近郊やな、大阪近郊はあの柳瀬がね、前代的に柳瀬がね、 BMW の販売のライセンスがないんですよ、柳瀬で。柳瀬行ったらもうメルセデスだよねんな、メルセデスなーとかって言って、で結果としてあれやね、あの M6 は最後やった。ちょうどね、540はね、確かね、してるんで買ってんねん。してるんっていう販売店やな。してるんで買ってんねんけど、M6 はね、ハットリやねん。ハットリモータース。で、あの、M、あれ、あの、アクティブハイブリッドやな。アクティブハイブリッドの5はね、実はね、ハットリやねん。ハットリ。アクティブハイブリッドは、ハットリモータースや。ブランドや、ハットリで、あれや、M6 もハットリで、アクティブ540はね、シュテルンやね、かっこいいね、シュテルンもシールが後ろの窓ガラスに貼ってあるんだけどね、うん、で、そのままもう車はもうね、納得した車買ったらね、たまにおじいちゃんとおばあちゃんいてるけど、納得する車買った、納得する車買ったら、もうね、ずーっとそれ乗ってんねん。別に、何か不満があるわけじゃないから、不満があるわけじゃないからね、そのままずーっと乗ってんねん。乗ってんねん。でも、車のことはほぼ何もわかん、自分わかる。トラックで見えへんかったから、ね、危ない。車のことはね、もうそのままやな。納得するも買ったってずっとそうやで。で、それが続いて、まあまあ、その後やな、まあ、いろいろあって、労災で休んでる間やな、労災が降りたぐらいの時は、ちょっと車はやばいっすよって言われて、車が乗れない時期があったんや。薬飲んでたら危ないからって言って、突然眠気が襲ってくるときやったら怖いからって言って、で、車乗らない、オートバイはええやん、眠たくなったら横に止めて、止めたらするけど、車はやっぱり危ないからな。で、何年か車乗られへん時期があって、で、復活や、復活、ダダーンって、で、今やねん。ここ最近車買うの多くない？確かにね、コメント欄にメールに書いて、車ね、確かによう買ってんな。こっち来た時、田舎に来た時に、やね、田舎に来た時はおじいちゃん突っ込んできて修理中やったから、ハイエースとか乗っててんけど、ずっとで、BMW が戻ってきて、で、冬やな、今でも、まあ、役所で文句言ってるけど、めっちゃ雪が降るっていうの言えへんから、冬用タイヤがないからね、冬用の車がないから、結局、S660 やな、 S660 で、 S660 でね、冬用タイヤっていうのをね、考えたことがあんねん。 S660 で雪かきしながら走るっていうの、別にその車に思い入れがあったわけないし、欲しくて買われへんかった時があったからな、 S660 で買われへんかった時あったから、あったから買ったけど、10回ぐらいしか乗ってないS660 10回しか乗ってないね。で、冬用タイヤのためにホンダのフィットやな、スタッドレスタイヤ履いてるホンダのフィット買って、一冬越したけど、もうホンダに騙されたって言い方が当たってるよな。ホンダのもっと多分プリモテンやと思うけど、騙されたことがあって、でもホンダ辞めて、で、アルファロメオやな、アルファロメオもね、買ったん理由があんねん。車屋さんだけ知ってんねん。この前言ったんや、車検にお金かかるんって言われたんやけど、いやいや、どうしても直さなあかん理由があんねんって言って、アルファロメオは乗らなあかん理由があるって言って、で、言うたら、あ、そうなんですか、それはもう、ちょっとやっぱ乗らなきゃいけませんよねっていうことで、今、ギアボックスだけ修理出してんな、あれで、あとだからアルファ BMW アルファロメオ
で、ホンダと S660 と、フィットやったやつ、ホンダやめて、もうホンダなんかいらんからな、もう。これ、ほんまやったらホンダ、そいつの死んだ時点でもういらんけど、みたいな感じやけど、ホンダもやめて。で、アルファロメオと2台持ちやってんけど、やっぱり心もとないのよな。排気量が2リッター、アルファロメオで2リッターやねんけど、ちょっと心もとないからやんか。で、まあ、しゃあないから、ちょっといろいろあったからね、車、しゃあない、増車しよういうことで、結果としてあれ、フィアット、お前、松田が先に来るはずやったのにね、松田、まだ何も言うてけへん。年末になんか車台番号来ましたよとか言って、番号だけ送ってきよってな、営業マンが。ちょっと変わってるよな。3速でずっと走ろうとすんねん、これ。多分回転数は高いからやろな。